はい、時刻は4時を回りました。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ、ここが私のターニングポイントのお時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きして、その半生を伺いながら、その方のターニングポイントでどんな出来事があり、何に気づき、どう行動したかをお聞きしています。毎回語られる様々な人生好転ストーリーの中から、ラジオを聴いてくださる皆様の生き方のヒントにしていただきたいとの思いからお届けしております。本日はチームコンサルタントの岩瀬和也さんにお越しいただきました。岩瀬さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、なんか岩瀬さんっていうとなかなか言い慣れないんで、はい、いつも通りカズボーでも。あ、カズボーで、はい、全然大丈夫です。全然大丈夫です。はい、カズボーと初めて会ったのが、ちょっと振り返ってみたんですけど、はい、確か2009年の11月の、はい、ジェームス・スキナーさんの成功の9ステップで、はい、僕、セミナーに参加して、合宿型のねセミナーで参加した時に、はい、カズボーがスタッフとして、はい、いましたね。関わってて、はい、でもあれだけ大勢にの方がいる中で、うんうん、すごく輝いてて、いやこんな素敵な人がいるんだと思ってありがとうございます。すごく、はい、放ってるものが全然違うなっていう印象だったんですね。はい、その後、まあ、沖縄の、まあ、食事会とかでね、はい、お会いする機会があって、そうですね、そこからね、ちょっと関わらせていただくようになったんですけど、はい、カズボーの、ね、名前をすごく、まあ、有名にした出来事としては、もう2016年 の、 ジェームス・スキナーさんの沖縄講演会ありましたね。すごかったですね。1700名も集めて、はい、沖縄でそれだけの大イベントをするっていうのはなかなかね、はい、できないっていう中を、うん、枠を超えた集客をされて、その翌年には、まあ、世界的に、ね、有名なマイケル・ボルダックさんも沖縄にお呼びするっていう、はい、うん、その実力が買われて、またね、全国からお声掛けがあって、ありがとうございます。その、はい、プロデューサーとしての実力を発揮していかれるんですけど、はい、まあ、イベントね、全国的にもいろいろされてるとは思うんですけど、はい、現在、どういう活動されてるのかっていうことも含めて、はい、自己紹介していただけたら嬉しいです。はい、はい、カズボーこと岩瀬和也と申します。はい、はい、顔が内な顔をしておりますのでそうですね、はい、非常に間違われるんですが、千葉県出身でございまして、そうなんですね、はい、で6年くらい前にこちらに移住をしてきておりまして、うん、はい、まあ、今はチームコンサルタントとして、はい、チーム組織の、コンサルと、あと集客の、うん、はいはい、お手伝いですとかプロデュースをさせていただいてます。うん、はい、もうね、今集客とかそのチームを作るっていうことですごく苦しんでる方も多いので、はい、必要とされる方多いと思うんですけど、はい、カズボーが今の活躍に至るまでの、はい、まあ、ターニングポイントって振り返ってみるとどこにあったと思います？はい、もう一番最初のターニングポイント、ここだなっていうのが、はい、大学1年生の時にアルバイトの面接を受けたんですね。はい、でその時に一旦髪の毛が長かったんで落とされてしまったんですけど、うん、なんかこのまま終わるの嫌だなと思って、うん、髪の毛をバサッと切って面接受けたっていうのが一つ目のターニングポイント、ね。ああ、そうなんですか。はい、でそこ、まあ、衛生面と厳しいところだったんですか。そうなんですよ。でそれがですね、非常に有名な会社の、はい、ワタミというですね、そちらの会社だったんですけども、はい、はい、そのきっかけになったっていうことは、そこで何か出来事があるんですか。はい、もう多分そこでバイトをしていなかったら、うん、まあ、前の奥様とも出会っていなかったですし、で先ほどお話出たジェームス・スキナーさんと出会うきっかけも多分得ていなかったので、多分人生が全然変わったんじゃないかなと思います。なるほど。あ、うん、そっか、社員教育にすごい熱心な会社で、はい、そこで自己啓発に目覚めたってことなんですね。そうなんですよ。はい、ジェームス・スキナーさんを知ったっていうのも、そこで誰かからお紹介いただいたんですか。そうなんです。同期が、こういう人がいるから、うん、本読んだ方がいいよって言ってくれたのがそのきっかけでして、はいはい、で、まあ、ちょっと人生つまずいた時があって、はい、でそのなぜかジェームスさんの本を読めという同期の声が、うん、心の奥底から聞こえてきて、はい、で本屋さんに駆け込んだみたいな、はい、そこからジェームスさんのことを知ったという。
へー、はい、でその時に、まあ、あのジェームスさんに、まあ、惹かれていく、まあ、実際に勧められて読むじゃないですか、はい、で、自己啓発のセミナーに行くっていうことは、はい、かなり、まあ、高額ですよね、結構な高額で、高額ですよね、時間も作らないといけないって、はいはい、ここのハードルを超えたなんかキーワードって何かあるんですか、なんか響いたものって。あのですね、はい、本を最初1回読んだんですよ、はい、でも感動して涙を流しながら読んだんですよ、うん、で、あのすごいいいこと書いてあると、はい、で、あの行動に移さずにもう1回読んだんですよ、うん、でこの本すごいと、うん、で24回ぐらい繰り返し読んで、うん、そんなに読んだんですか、すごいですね。であ、これなかなか、ね、あの、うん、本で言ってるような劇的な変化ないなと思って、うん、で、ちゃんとやっぱセミナーに行かないと変わんないなと思ったのがきっかけですね、うん、はい、でやっぱりあのセミナー行かれて、はい、やっぱ変わっていったってことですよね。もうそうですね、もうやっぱりやらないと変わらないなと、はい、結構こういうあの自己啓発のセミナーって全国的にあるいろんなものがあると思うんですけど、はい、あの日常にセミナーから帰ってきた日常に引き戻されるかなって多いじゃないですか。ですね、はい、ですね、はい、はい、でそれをやっぱり乗り越えて、はい、やっぱあの自分の向かいたいところに、うん、行ったっていうことだと思うんですけど、はい、これワタミでバイトされて、はい、その後どうされてたんですか。ワタミでバイトをしてで、うん、あの大学卒業と同時に、はい、まあ、ワタミに就職を、あ、そのまま就職したんですか。もうエスカレーター式で、はい、しまして約10年近く、うん、はい、ワタミで、あ、長いですね。結構長かったですね、はい、でその後は、はい、あの、まあ、不動産業者の方に転職をして、はい、まあ、3年近く仕事をした後に、はい、まあ、いろいろご縁があって、うん、あの純英さんと出会うきっかけになった、はい、そのセミナー会社の方に、はいはい、入社したと。あ、そうなんですね、はいはい、でそれで今の奥様と知り合い奥様はね沖縄ですからね。そうですね、そうですね、はい、はい、まあすごいお似合いのねカップルです。ありがとうございます。もう本当素敵だなって、はい、もう肌から見てても理想のカップルですよ。熱くなってきました、ね、で奥様と出会って、はい、沖縄に、まあ、あのもともとね東京か、そうです、ね、関東の方に住んでましたよね、はいはい、沖縄に来るきっかけって何かあったんですか。あの、まあ、家内があの、はい、子供を授かりまして、はい、で、あの、まあ、前の結婚、まあ、僕はあの2回目なんですね、今。そうなんですね、はい、で、はい、あの前の結婚から、うん、あの育児はあの奥様の実家の近くが全部すべて収まると、うん、で学びがあったので、はいはい、あ、で前回はそれがそうなんです、はい、なるほど、はい、なので、まあ、それもあって沖縄に来たと。へ、はい、でも仕事をね、まあ、その順調に、まあ、あのステップアップしている時に、はい、あの全く、まあ、奥様はね沖縄の人ですけど、はい、うん、沖縄に移るっていうのはすごく勇気がいたんじゃないですか。いや、仕事っていうね。そうですね、もう本当にあの、まあ、どうなるのかなって思いつつ、うん、まあ、でも、まあ、なんとかなるかなと、うん、はい、いうよくわからないこう何ていうかこう自信を持って、はいはい、もう全く根拠のない自信を持って、あ、はい、でも人ってこの根拠のない自信っていうか安心感がある時って結構うまくいきますよね、はい、そうなんですよ。なんか結構こう一本橋渡ってるような感覚ではあるんですけど、はい、まあ、なんでもなんかなぜかいけそうだみたいな、はい、はい、なんかありますよね。なるほどじゃあもう来るべきして来るタイミングだったかもしれないですね。だと思います、はい、でも沖縄に来てからまたいろんなことがあると思うんですけど、はい、一回ここでですね、はい、CM を挟ませていただいて後半でじゃあ沖縄に来られてからのお話と、はい、今、ね、あの活躍につながるお話なども、はい、あの深めていきたいと思います、はい、一旦ここで CM です。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ後半です。前半ではカズボーが、はじめワタミに、はい、アルバイトをするために入って、で、そこで自己啓発に目覚めて、ジェームス・スキナーさんのセミナーに行って、で、そこで、まあ、成長していって、で、今の奥様ともそこでのご縁がいただいて、はい。はい、あの、ワタミさんでも10年間した後、その後不動産会社さんにも、はい。はい、移って、ステップアップしてる時にあの奥様の実家がある沖縄に
そうですね、引っ越してきた、はい、ってことですけど、はいはい、その時に先ほど不安はなかったかってことでお聞きしたら、まあ、根拠のない自信があったと、はい、いうことなんですけど、実際にでも沖縄来られてみてどんなでした？なんていうんですかね、やっぱりそのやるって決めたから、はい、なんていうんですかね、こう次々にいい流れが起き始めて、で、はい、まあ、なんとかなったんですよね、やっぱり。なんとかなっちゃうなと。はい。沖縄来られて最初何されてたんですか？最初は、うん、コーチングをやってまして、はいはいはい、ダイエットコーチングというか、はいはいはい、昔体重が100キロあった、その経験を、はい、そうなんです。ほー、はい、すごい。その時の自分のダイエットの経験をもとに、コーチングをやって、うん、出ました。はい、はい、で沖縄の方に向けてってことですね。はい、あ、そうですね、はい、うん、どうなんでしょう、まあ、やっぱり受けとしては思った以上に、はい、お客様があまり集まらず、はい、多分でもこれは多分自分がやることじゃないんだろうなみたいなことはやりながら思っていて、はい、これちょっともしかしたら自分の本当にやりたいことじゃないんじゃないかなみたいな。なるほど、はい、やるべきことだと思ってるけど、実際には自分が今できることを提供してただけだったと、はい、そうなんですよ、はい、でそれはどれぐらいやってて気づいたんですか？半年で気づきました。お、はい、あ、結構早いですね。割と、はい、そうですね、はい、結構ね、できることっていうのは、まあ、慣れているし、はい、よく知ってるんで、それを手放せない人なんかがすごく多いと思うんですけど、はい、半年でそれを気づいて、はい、切り替えたっていうことなんですけど、はい、これ次に何されたんですか？次は、はい、学校現場の方に入らせていただいて、まあ、臨時職員のような形で、はいはい、1年半ぐらい、はい、お世話になりましたね。え、そこで何をされてたんですか？ですね、うん、まあ、俗に不登校のお子さんだとか、はい、まあ、あとちょっとやんちゃな、うん、はい、で、まあ、学校に来てない子たちのサポートをするお仕事をしてました。はい、具体的にサポートってどんなことするんですか？まあ、家庭訪問をしたりですとか、はい、あと不登校のお子さんの、まあ、なんか安否確認じゃないですけどね、はい、まあ、会いに行ったりですとか、はい、いうようなことをやってましたね。はい、だそのどっちかっていうとネガティブな感情に、振り回されてる子どもさんなんか多いじゃないですか。はい、実際にそういうお仕事されてみてどんなでした？まあ、やはり見ると聞くとでは大違いでして、う、まあ、もう五感を使ってこう現場が見えてきますんで、うん、まあまあいい感じでした。はいはいはい、そうなんですね。はい、やっぱり僕もですね、そういう、お仕事をされてる方の、はい、たまたまですよ、うんうん、僕がちょっと管理してる物件で、はいはい、で多分その要は職員の方だと思うんですけど、不登校の子をずっと、まあ、要は引き出そうとして、要は学校だよってことで引き出そうとしていると思うんですけど、はい、呼び鈴を押しても、はい、出てこないと、うん、でそれでもうずっとドン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 ってやってるんですよ。いや、何この人と思って、やばいですね。いや、やばいですね。はい、でもうちょっと苦情レベルぐらいにちょっと強く叩いて、その方は多分正義感があって、この子をとにかく引き出して連れていかなきゃダメになっちゃうっていう意識があったと思うんですけど、傍から見てたら怖いんですよ。ですよね。はい、でお仕事してるとその辺要は見えなくなる時ってあるじゃないですか。はい、はい、その自分の正しさがあるがゆえにですね、見えなくなると思うんですけど、はい、見えなくなる方もいらっしゃると思うんですけど、うん、カズボはどんなでした？大丈夫でした？割とそこは俯瞰して見れるように、はい、まあ、渡美の時の、まあ、いろいろ経験がありまして、そこからちょっと俯瞰して見れるようになって、うん、で、まあ、その学校現場の、まあ、いろいろなそういう問題っていうのもちょっと一歩引いて見ながらこう関わっていたので、うん、その辺はなんか割と結構俯瞰できてたかなと思いますね。なるほど、うん、はい、でもね、いろんな経験積んでるカズボだからこそ与えられる言葉なんかもあって、子どもたちもね、かなり救われた子なんかもいっぱいいたんじゃないかなとは思うんですけど。そうですね、はいはい、でこの職を1年半ぐらいということでおっしゃってたんですけど、はい、それはまた別にやりたいことが見つかって離れたってことですか？それがですね、2016年のところにつながって、はいはい、あ、そうなんですか。そうなんですよ。でも本当はもうちょっと学校現場いたかったんですけど、はい、まあ、そのイベントの集客をいよいよやらなくちゃいかんと、うん、はいはい、でこれが5月だったんですけど、うん、もうその
なんかダブルワークでできるようなレベルじゃなかったので、はい、そうですよね。なのでもう自分の仕事を一旦置いといて、はい、まずはこうやりきらないとまずいと、はい、いうところで、まあ、保護ボランティアで、はい、2ヶ月近く全力疾走って感じですね。すごかったですもんね。いや、ありがとうございます。はい、でやっぱり関わったスタッフさんとかも、はい、あの全部あれですね、ボランティアスタッフ、ね、もう基本そうですね、ほぼボランティアで、はい、やってくださって、はい、でチームのないところからチームを作り上げていくっていうのは、はい、まあ、もともとワタミだとかそういう関わってる中で、はい、役職的にそういうのはあの体系立ててたってことですか。もうなんとなくその経験則で、はい、そのリーダーとして、うん、まあ、どういうリーダーがこう人を引きつけるかみたいなのは、うん、なんとなくこう体験則で分かっていて、うん、あとはそのジェームスさんのところで、うん、なんとなくそのチームを作る方法みたいなのを、うん、まあ、学んでいたっていうのもあって、それをまあひたすら実践してたっていう感じですね。はい、あの今ね、あのチームコンサルタントとして全国で、はい、まあ、あの活躍されてるんですけど、はい、やっぱりチームを作る時のポイントって何かあるんですか。あのいくつかポイントあるんですけど、はい、まあ、一つはやはりなんでそれをやりたいのかっていう思いをリーダーが持っているかどうかだと思います。はい、まあ、ワタミの場合ですと、はい、あの渡辺美希さんという、まあ、強烈なリーダーが、はい、まあ、こういう世界を作りたい、こういうお店を作りたいっていうのがあったので、はい、まあ、やはりこれだけの規模に短期間でなったと。うん、はい、なるほど。思いを伝えるっていうのはやっぱり大きいですね。大事ですね。はい、要は大義名分じゃないですけど、はい、その大義があるかどうかっていうので、はい、その大義がベクトルが自分に向いてるのか、はい、あの社会とか、はい、あの必要なところにそれが向いてるのかっていうので、はい、モチベーション変わってきますもんね。全然違いますね。はい、でこ あのイベントね、やるためにお仕事をお休みというか、いやいやあの普通に考えたら生活大丈夫かなと思うんですけど、はい、大丈夫だったんですか。まあなんとかなりますよねあの奥様が非常に優秀な方なんで、まあ優秀ですね、はい、素晴らしい方ですねではその、関わったスタッフさんとかもすごく多かったと思うんですけど、どれぐらいいらっしゃったんですか。延べ人数で100人ぐらいいらっしゃったと思います。すごいですね。はい、はい、最後まで僕会わなかった方も10人ぐらいいらっしゃって、はい、せっかくカズボーに憧れてきたのに、いやたところもあるかもしれないですね。でもあのすごくあのそういう大きい、ね、イベントされた方ってあの周りから見るとすごく魔法みたいにバッてあったの、はい、テクニックでそれを乗り切ったように見られること多いと思うんですけど、はい、あの僕のところもねよくあのスタバでちょっとチラシを持ちながらっていうことでね、はい、打ち合わせしたりとかお話しさせていただいた時に、はい、やっぱり人が見てないところで地道にやっぱり泥臭いことをしっかりされてるっていうのがやっぱりあの大事なところかなって思うんですけどね。おっしゃる通りだと思いますね。はい、あの本当に魔法に思われがちなんですけど、うん、やってることはすごく泥臭いというか、うん、コツ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 積み重ねてるだけですので、はい、それを継続してね、やっていけるかっていう、そうなんですよ、はい、ですね、はい、で、あのジェームスさんのね、あの講演会を成功されて、はい、もうその当時あちこちからもうすでに声かけされてたじゃないですか。そうなんですよね、おかげさまで、はい、その時もやっぱりどっちかというとその当時は無償で行ってるような感じでした。まあ、無償で行ってるところもあれば、はい、まあ、少しお手当てをいただくところもあって、はい、はい、でそこから今の、なんですかチームコンサルタントで行くまでのストーリーってどんな感じですか。はい、まあ、それで、まあ、全国いろいろ行かせていただいたり、はい、相談に乗らせていただく中で、うん、まあ、自分のなんていうんですか持ってるこうものが少しずつ磨きがかかっていくように、はい、はい、なって、でその次の年にあのマイケル・ボルダックさんを呼ばせていただいて、はい、はい、でそこからまたいろいろ集客お願いされたりだとかして、うん、よく分かんないうちに今に至ってるそうなんですね、はい、そうなんです。あとはなんかそのインターネットを使った集客のところでも、はい、まあ結構その僕の持ってるその、まあ、スキルというか、うん、っていうのが役に立つようでして、で去年一昨年も、はい、日本一を取ったチームのサポートさせていただい
え、何の日本一を？あの、まあ、そこのなんかキャンペーンみたいなのを会社でやって、はいはいはい、でそのキャンペーンであのチームとして1位を取ったと、うん、はい、いうところのサポートもさせていただいて、はい、おー、すごい。3日間で8000リストぐらい集めるっていう、なんかよくわからない、はい、コンセプト。そうそうそうなんです、はい、すごいですね。3日間のすごい短期で、要はあのゼロの状態から集めるってことですね。ゼロから3日間で8000人の方々 の、 あの名刺交換なりをするという、うん、はい、なかなか、はい、ハードル高いですね。ハードル高いです、はい、すごい。で今はね、あのそのいろんなサポーターサポートとかも含めて、はい、活躍されていらっしゃるんですけど、今後どういう展開で持っていきたいというのあります？はい、今後はですね、うん、まあ、このチームコンサルというのを、うん、あの、まあ、自分だけができるのも難なんですので、はい、あの、まあ、もっともっと規模を大きくしてやっていきたいなというのが、あの今の、まあ、一つ思いでして、はい、まあ、それを今年来年かけて少しずつ磨きをかけて、うん、何かしらの形にできればなというふうに思ってます。はい、ですね、はい、でも教育にも携わっていくような感じですかね。そうですね、はい、はい、これはあれですか、ウェブページとかっていうのはあるんですか？今これあの絶賛準備中で、ああ、そうですか、はい、これからでございますね、はい、あの、はい、これ出来上がったらまたね、はい、教えていただいたら、ありがとうございます。YouTube とかの説明欄の方に、はい、あのつけていきますので、ありがとうございます、はい、で、ね、お話聞いてるとあっという間に時間が近づいてくるんですけど、はい、今、はい、ね、イベント、はい、今度されるってことなんですけど、 ありがとうございます、はい、12月にですね2本イベントを控えておりまして、はい、1つがあの12月3日の火曜日、はい、平日なんですけども、うん、穴口恵子さんというですね、はいはい、あのスピリチュアル界ではかなり有名な方が沖縄に来るんですけども、うん、はい、そちらの集客を今させていただいております。うん、でもう1つがあの12月14日に、はい、あのガンガラの谷で、はい、あの中山俊水というアーティストが、はい、あのコンサートやるんですけども、はい、そこの集客も、はい、毎週集客してるみたいなエブリデイですね、はい、エブリデイですね、はい、だからこのカズボーが関わったイベントっていうのもまたね、はい、あの素敵にアレンジされてると思うので、はい、あのぜひぜひあの皆さんね、このラジオを聞いてくださってる方は足をお運びください。よろしくお願いします、はい、でそのイベントに関する、まあ、はい、あのFacebookページとか、はい、まあ、あのあると思うんですので、はい、でそちらもね、あのまた、こちらの方から、リンクさせていただきますので、興味のある方、もしくは、お時間があってあのよく知らないなって思ってる方もあの、ね、中山さんの、ね、優しい歌声 で、 そうですね、あのまたパワフルに、ね、はい、歌い上げるところなんかも僕も大好きなので、ありがとうございます、はいはい、ぜひぜひあの足をお運びください。また穴口さんのイベントも、はいはい、スピリチュアル、ね、沖縄結構興味ある方いっぱいいらっしゃると思いますので。そうなんですよね、はい、今後もね、またあのいろんな方とのコラボしながら、はいはい、あの活躍されていくと思いますんで、はい、あのお体気をつけてお忙しそうなんでね、いや、あの思われてること忙しくないっていう、あ、そうなんです僕と一緒ですねじゃあ今後のご活躍、はい、楽しみにしています、はい、ありがとうございます。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、この番組の内容はリッスンラジオというアプリを使って世界中どこにいてもリアルタイムでお聞きいただけます。放送局 FM ギノワンから番組名をたどってご登録ください。またホームページや YouTube 専用チャンネルには本日のゲストさん岩瀬和也さんに関する、情報へのリンクも貼っておりますので、繁栄軍師で検索されてみてください。本日の繁栄軍師陣営の人生好転ラジオ、ゲストで来ていただいたのはチームコンサルタントの岩瀬和也さんでした。また来週お会いしましょう。さようなら。